ラミロペーニャがウーナは、メキシコ合衆国ヌエボレオン州モンテレイ出身のプロ野球選手。ウトウリョーダ。メキシカンリーグのモンテレイサルタンズ所属。2005年、メキシカンリーグを退団して、ヤンキースと契約。2009年に、アンヘル・ベロアを押しのけて開幕ロースター入り。4月6日に代打として、メジャーデビューを果たし、4月9日のボルチモア・オリオールズ戦で、 クリス・レイからメジャー初安打を放つ。4月14日のタンパベイ・レーズ戦では3塁で初スタメン出場を果たし、結果は3打数レイ安打1死球だった。4月30日にはロサンゼルス・エンゼルス戦の8回にジャスティン・スパイアーから2塁打を放ち、メジャー初打点を記録した。6月29日、エリック・ヒンスキーの加入に伴い、トリプル A 級、 スクラントンウィルクスバリアンキースに降格。外野守備を学び、8月7日に再びメジャーに昇格した。2010年は出場機会を増加させ、85試合に出場した。打撃面では打率を287から227まで下げたが、前年には経験のない外野での守備も経験した。2012年9月1日にィーフとなり、11月3日に FA となった。2012年12月13日に1年55万ドルの契約でアトランタブレーブスへ移籍した。2013年は開幕前の3月に第3回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。シーズンでは6月20日に右肩の故障を理由に故障者リスト入りし、その後手術をしたため残りのシーズンを欠場することとなった。 オフの12月2日に1年契約で公開した。2014年11月19日に DF となった後 FA となった。2015年1月26日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2015年12月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、 参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎え、6月10日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。7月28日にディーフとなり、8月5日に40人枠を外れる形でトリプル A 級サクラメントへ配属された。オフの10月3日にフリーエージェントとなる。10月18日にサムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合のメキシコ代表に選出された。2017年2月2日に広島東洋カープとの契約が合意に達したと発表された。しかし22試合の出場で打率2割1部6厘に終わった。10月24日に来期の契約を結ばないことが発表され、12月2日に自由契約となった。2018年3月22日にメキシカンリーグの モンテレーサルタンズと契約した。ニックネームは、ぽよ。チームに合流した際、自己紹介と共に呼んでほしいニックネームとして語った。本職は、遊撃手で、メジャーでは主に三塁種での起用が多い。二塁種、遊撃種としても起用されるほか、2試合だけ右翼種での出場経験もある。しかし、マイナーでは二塁種、遊撃種での出場がほとんどで、三塁種での 出場機会はあまりない。2016年11月11日の侍ジャパン強化試合メキシコ対日本第2戦にて後にチームメイトとなる野村雄介から4回にソロホームランを放っている。ありがとうございます。